ちょ、来て来て、話あるから来て。寝ようとしたの。じゃ、いいから来て。またかよ、うん、座って。さっき話終わったでしょ。終わってないから。座って、まず座って。いい。早く来て。こっち。こっちの方がいい。寝たいの。こっちは違う、ねえ、何ちゃんとしようよ。最後話で歩い話お前の話投げんだよ。こうなってんのはさ、自分のせい。1分で分かった。1分で座椅子座って。何で俺こう座らせる。違う、だって痛くなるじゃん。練習あるから明日も。体のためにやるけど、体のためにやってんだよ。何あのさ、もうさ、変われそう。ダメ。めんどくさい、マジで、ね、もうさっき言ったじゃん。人間なんかそんな感じに変わらねえんだよ、バーが。じゃあいいよ。じゃあもうさっき言ったみたいに離婚してくれるってこと。そうだね。ねえ、おかしくない？いや、武井くんから来た動画はすごい嬉しかったし、あの本当久しぶりにこう暗闇の中に光を差した感じで嬉しかったんだけど、本当ファンだし。でもいいじゃん、それ。え、よくないよ。え？武井くんがいるから何でもいいみたいな。なんで武井くんのあれを勝手にさ。嬉しかったろ？嬉しいけど、それとこれは別で、ただの推しだから武井くんは。別にね、武井くんがいるからってうちの夫婦仲はとか家庭の中がないから、何も変わらないから。いや、そうなの。あなた自身が変わらないと何も意味がないから。いや、まあでもまあいいよ、別にそれもう何て言ってくれてもいいけど、とにかく本当にあの罰金の方をチャレンジしてもらったことは本当に、だからもうどうせ払わないから本当に感謝してる。だから本当にどうせ払わないし、もういいよ、もうお金もいいから、とにかく離婚しよう。ね、もういいじゃん。自分だっていっぱいさ、ごめん、いるでしょ、ほんま。もうどっか逃げ込めばいいじゃん。よくない？もうここに執着する意味がない。ダメなんだよ。え、もういい。本当にお願い。一旦落ち着いて。え、それが誓って、今。人として変わります。さっきは離婚しないって言ったでしょ。言ってないから、勝手に話を終わらせたんじゃん。で、今誓って、何を？だからもう人として変わるって。家族のために頑張るって。誓うか、離婚か、どっちか。違う、変わるって、あの、人間っていうのはそもそもそんな簡単に変われないし。え、分かってるよ。変わっちゃいけないんだよ。変わっていいんだよ、お前は。お願い、マジで。じゃあ無理なんだったらもう明日から本当に実家に一回帰るよ、花。いや、ちょっと待って。それで考えて。ちょっと待って。あの、じゃあ変わろうとするっていうのはいいけど、変われないの。だから、もうど田舎の女の子が東京に出てきて、すぐ東京に染まるじゃん。だけど、男ってどんだけ田舎からこう出てきて東京で何年過ごそうが、やっぱ変わらないんだよね、うん、だから違う、方言とかそういう感じの。じゃあ、ね、方言じゃなくて、いや、もう違う、まーちゃん、ほんと、もう本当にやばいの分かんない。もうそろそろ限界来てるの分かんない。分からない。ちょっと、ね、違う、ね、分かんない、ね、もう本当にお願いします。ちょっと待って。もういい。
じゃあ一旦落ち着いて。もう、本当ね。ちょっと考えがまとまってから話して、本当に。いや、もうまとまってるって、ずっと。ちょっと寝させて、今日は。本当に。